今から赤コーナー、ヨダが開催、青コーナー、レッグホーンの試合を始めます。レディーファイト。レッグホーンは赤コーナー、スリップ。非常に安定した機体なので、ツー安定して、なおかつ素早い上に攻撃まで取りですから、赤コーナー離れてファイト。はい、本当可愛らしい見た目とは裏腹に、なかなかのパワーを持ってますから。お、今のは横攻撃です。これです。あ、今のは横攻撃ですか。横攻撃使ってみたいですね。横攻撃使って、はい、階級が1キロ以下でないと横攻撃、横攻撃してはいけないというルールなので、よろしくお願いします。横攻撃使って、はい。さあ、まだお互いに、まあ、一方に引けないという状態です。お、リバイトスリップ、リバイトスリップ、お互い譲らないですね。ワン、ツー、スリー、赤コーナー離れて、ファイト。さあ、はい、1分経過しました。残り2分でございます。お、青コーナーダウン、立って、ワン、ダウンを抜けて、ツー、ファイト。さあ、もうダウンを取れたということで、このそして、青コーナーダウン立って、ワン、ファイ。やはり独特な気候なので、うーん、ね、ちょっと、攻略方針はまだ少し、おー、青コーナーリングアウト、青コ、あ、申し訳ございません、赤コーナーリングアウト、青コーナースリップ。ちょっとマット外に使うので心配ですね。青コーナーは今のセミ攻撃ですので、次はしないでください。2位から試合を再開します。ファイ。結構衝撃を食らっていくのって調子が悪いという事態をよく大体等で見ますので、両足スリップ、両足スリップ立って、ワン、はい、残り1分の中に参りましたが、両足離れて、はい、今のところ連邦が2本ダウンを取られているところで、ヨタが2位から2本がただ今、はい、ただ優勢となっております。さあ、この調子を続けていけれるか。お、後ろを取ったの、後ろを取ったが、ブレイクブレイク、両者スリップです。そして、ワン、さあ、残り30秒となってきました。スリー、ファイ。さあ、内藤選手、この調子で勝利を掴んでいきたいところ、しかしそれをさせたくない。ワン、ワン、ワン、両者スリップ、中山も、ワン、ツー、スリー、今のセミ攻撃ですので、やめてください。赤コーナー立って、ワン、うまく立ってスリー、あ、ちゃんと立ちましたね。ファイ、はい、残り5秒経ってまいりました。はい、その一本を取っていきたいところ。お、どうだ、試合終了。赤コーナー2ポイント、青コーナー1ポイントにより、よって勝者赤コーナー